自分が知らないこと、自分をワクワクさせてくれるもの、未知の世界へとどんどん踏み出していく、そんな学生生活を送るチャレンジャーがこの学科にいる。学部や学科にとらわれないというのが彼の信条だからこそ、学科で学ぶ専門分野とは違うプログラミングの勉強など、彼の知的探求心はとどまるところを知らない。現在、米村先生のゼミに所属してるんですか？ここでは貴金属のナノ粒子の特性を生かして有機太陽電池の性能を向上させたり、低コストで軽いフレキシブルな充電バッテリーにも展開できる再生可能なエネルギーの応用、開発する新規光機能ナノ材料の創生に取り組んでいます。研究室での成果、独自で学ぶプログラミング、彼の経験から作り出される未来は無限の可能性を秘めている。将来活躍する自分自身を想像し、高まる思いを胸に秘めながら、今日も学生生活を謳歌している。